こんばんは。こんばんは。ちょっと前髪が終わってるんだけど、気にしないで。こんばんは。髪もボサボサすぎん？巻いたんだけど、もう無理だった。今日一日のボサボサ感は取れませんでした。気にせず、気にしないでください。こんばんは。こんばんは。皆様、こんばんはということ。あ、お誕生日おめでとう。ありがとう、みんな。嬉しい。ありがとうございます。本当に。嬉しいです。皆さんにお祝いしていただけて。巻き髪めっちゃ可愛い。ありがとう。でもなんか汗かいちゃった。支度してるときに。こんばんは。化粧もまあまあ薄めにしました。こんばんは。ありがとう、皆さんお誕生日おめでとうって言ってくれた。ありがとう。まあ、ワンピースです。こんな感じのワンピースです。こんばんは皆さん。ありがとうございます。皆さん本当嬉しい。そうなのよ。そうしたメールでさ、なんか28歳になってもみたいな書いたけど、間違えておじったんだよね。18歳になってもですよね。普通に間違えてたから、ごじったっていうの最悪。なっぽくなりましたね。ありがとう。そう、17歳最後の、そう、メールで18歳って書いちゃって、あ、失敗したってなった。しかも言われるまで気づかなくて、普通に全然、そう、全然気づかなかったっていう、なんていうの、もう思って、え、タワー来てる。あ、ミッキーさん、ありがとうございます。じゃあ、行きます。パーン、ありがとう。ミッキーさん、ありがとう。クマ。クマでもない。クマではなかったけどもね。ありがとう。ありがとう。ここがハゲちゃうの、耳かきすると。全部持って帰っちゃう。ありがとうございます。嬉しい。あ、ポポチンさん、クマタワーありがとう。グミ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 ベア。ありがとう。グミベア、グミベアダンスではない、ダンスというの。グミベア歌ってみました。ありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとう。ポポチンさんかな、合ってる？ポポチンさんだよね、投げてくる。チンさんとミッキーさん、ありがとう。嬉しい、お祝いがね。今日の黒の大人っぽい、18歳になったから大人っぽい。今日巻き方がもう広がっちゃっただけなんだけどさ。今日はなんと、17期生のただいま恋愛中公演を見てきて、ゲネプロで。で、その後に普通に帰ってきて、だから今日ね、急遽行くことに決めたので。そう、あんまり支度とかしてな、もうやばいね、髪ボサボサすぎるね。そう、急遽決めたので、なんか全然支度とかできてなくて、特に何もなかったんですけど。ケーキ食べた？食べましたよ、ケーキ。成人になってかなり何も変わらないです、まだ。特には。そうなのよ。特に誰とも話できてません。紙面てかみんな可愛くて、なんか自分の初期のことを思い出したけど、全然違うなーってなりました。全然違うなーってなりましたね、本当に。
そう、懐かしくなりました。今日は一段と可愛い、ありがとう。そう、昨日みよんさんとお二人でご飯行かせていただいて、いっぱいお話ししました。楽しかったです。どうせみんな17期生のことが気になり始めてるんでしょ。知ってるよ。知ってみんなね、どん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 17期が好きになっていくんだ。そうやって17期生ももちろん可愛いですけどね、私のことも忘れないでくださいね皆さん。うわ、みんなから愛されてますね。そんなことないですよ。くるるんだけだよ。ありがとう、優しい。くるるんだけです。そんなことないよって、拗ねてるのって。そうだよ、みんな。目のメイクめっちゃ上手になったね。嘘、今日マジ適当だよ。もう時間がなくて。フレッシュに誘われ、確かにフレッシュっていいよね。17期望じゃなくて17期も一番ダメだわそれ。着てんの珍しい。確かに青い服あんま着ない。これね、人生で今2回目この服着たの。自分で買ったんだけど、あんまりそう着てなくて。くるより年下は2人がいるのかな。同い年がちょっと何人か、4人ぐらいいて、年下が2人だったかな、いますね。だからまあ年上も多いですね。そう、17期生は意外と年が久しぶり上の人も結構います。今日お話し会でまなかちゃんに手紙感動したでしょって言われた。そうだね、感動したよ、感動したよ。泣いてならね、心はない、心では泣いてて感動してね。涙を見、綺麗な人には涙も見えたと思うわ。心が綺麗な人にはね。 でも自分でね、いいよ、いいよかったでしょとか言っちゃうからよくないのよ。感動しましたよ、もちろん。すごくね、優しいなって思いましたよ。意外と見てくれてたんだなってなってね。なんか楽しかったです。ここにニキビできたの、ここにもできてて痛いの、なんかもう。そう、レナッチさんも見に、そう、レナッチさんがなんとサプライズで見に来てくださってたんですよ。もう普通になんかね、なんか、当たり前というか普通のことではないので、本当にそれが嬉しかったし、なんか嬉しいよりもなんかもうなんか幸せっていうか、え、まさかみたいな感じでびっくりしました。本当にサプライズ大成功だったですね。本当にサプライズで来てくれてたので、もうサプライズ大成功やんってなって、そう、そう、紫色のサイリウムを振ってくれてて、そうなのよ。そう、くるるめっちゃ大人っぽくなった。なんか今日大人っぽくなったって言われる。メイク薄いからか、逆にね。そうなのよ、今日大人っぽいかも。前髪がベタベタない。客席のなんか立ち見の、立ち見っていうか、なんかメンバーがよく見てる場所で見てた。
確かに髪も服装もあのね、服装はネックレスして前にプレゼントでもらったやつ。したりして。垂れ目頑張れ。どういうこと？ もう垂れ目にしたよ、今日ももちろん。二度見してた。だって二度見するでしょ、そら。本当に来てるのってなってびっくりしちゃった。あ、確かにそこの巻きなのもトラっぽく見える。ありがとう、みんな褒めてる。それは大丈夫、褒めてるって受け取っていい？誕生日おめでとう、ありがとう皆さん。私はあんまり何もできてませんが。クルルの生誕祭入ってよかったよかった。そう、しかも当日にね開いていただけて、なんかすごくね、なかなかないことなので嬉しかったです。これからは可愛いより綺麗、いや可愛いを目指します。大人っぽいって言われるけど、私は普通に今まで通り可愛くいきます。嫁に決めた。 嫁にされるの私。でも確かにもう結婚できる年だ。冬の瞳がキラキラ。確かに。ねえ、オンデマスの方もね、バブちゃんでいてって書いてたね。今日は経験、確かに4年前になる修行中公演ぶりの、確かにアイドル修行中公演でも当日生誕したね。メイクしたセント君最悪。 キャワユイありがとう。なんかハゲてる今日、ここが無理だ。前髪終わってるから今日はもう気にしないでください。皆さんもここで触るの、そんなように気をつける。なんかね、知ってる顔がたくさんね、知ってる顔がたくさんいて困りましたよ、もちろん。よし。 ケーキ何個くらい食べたの？でもそんなに今年は食べてないかもしれないな。そんなにいっぱいは食べてない。久しぶりの人も多かった。どうなんだろう、みんな久しぶりだったの人もいたのかな。久しぶりだった人もいました。定期的に見に来てくださいよ、私のことを忘れないでください。初めのまなかちゃんいない生誕。そうなの、わかんない。そうだったのかな。いや、去年もねいなかったよ、まなかちゃん。だってズンクルで去年はしたからね。くるんって上かけるのクレアちゃんイメージが確かに、あのね、おっほっほっほだからね。8月7日ぶりですから、全然久しぶりじゃないね。8月7日はだいぶ最近。ファン同士も生誕祭で久しぶりに会うんだよね。生誕祭だけみんな来んの？そう言って久しぶりにちゃんと来てくださいよ。皆さんが来てくれるのを楽しみにしているんですからね。なんかね、メンバーとかからもねプレゼントをいただいて、そうなのよ。リップ塗りました。キラキラにした、ツヤツヤにした。このツヤツヤのリップはお友達からいただきました。マキシマイザー、皆さんからのプレゼントも、あの日にもらったものはとりあえず全部持ち帰ったので、だいぶ持って帰ったんですけど、まだ後々の方もいるのかなって思ってます。チ
チョコレートもだいぶもらいましたよ。チョコレートはあやなさんにもらってまだ残ってます。さすがに一気に食べたらもったいない、いいところの絶対チョコレートだから一気に食べたらもったいないと思って1日1個ぐらいずつ食べてます。届いてますよプレゼントも。普通のものを渡してればね、あまりにも変なものを渡すと、変っていうのはそれはなんかちょっとね、渡せないようなものを渡されると無理ですけど、普通に友達にも渡せるようなプレゼントとかだったらもう届きます。私にも車でお兄ちゃんに迎えに来てもらったので、そうだいぶどんぐらいって言うといっぱいですね。ウルトラスフェス、そうウルトラスフェスにも出演させていただきます。ありがとう皆さん、嬉しい。そうやってなんか私のためを思ってこうプレゼントしてくれたりとかしてくれることがすごく嬉しいです。ありがとうございます。本当にね、皆さんも誕生日おめでとう。みんなが歌あえクマタワーがもう一個届いてる。いつの間に、すいませんね、気づくのが遅くて。あ、高弘さんありがとうございます。グミ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 ベア、ありがとう。ありがとうございます。公演中のサイリウムありがとうございました。嬉しかったです。なんか18歳のあの紙っていうんですか、なんていうんですか、あれも持ってくださったりとかしてね、ありがとうございます。あ、ガッティさんありがとうございました。わーバーン、ありがとう。タワー嬉しい。確かに生誕の花にそっくりこのやつがね、もうね、私のLINE の裏のアイコンは、なんていうんですか、アイコンじゃなくてその裏にあるなんか背景みたいなところじゃないですか、はあれです、そのお花と私そう、サンドフラワーの写真を毎年更新してるんですよ、いつも。そう、毎年スタンドフラワーの写真を背景にしてるので、18歳になったら話し方まで大人っぽくなってない？やっぱ喋りぐらい大人っぽく、見た目はねそんなに変わらないし中身もそんなに変わらないですけど、喋り方ぐらいね、やっぱ確かに。紫楽しみにしてるって先に言ったのにさ、青ね、青で、あ、でも青でみんな揃えてくれてるんだってなって嬉しかったです。このお水はすぐなくなるの、一瞬で飲み終わる。すいませんね、いっぱい飲んで。あんまり落ちすぎすぎないでね、大丈夫、そんな根本から人は変わらないですから。今日大人っぽい、みんな今日大人っぽいって言われる。何そんなに、多分巻き方だね、この巻き方だね。アイメイクもパープ、そうピンク、私アイメイクはいつもピンクなんですみたいな感じだったよね。綺麗なお姉ちゃんにお姉さんになっちゃってって、そんなことないですよ皆さん、もうやめてくださいよそんな。最近ねメイクを少し変えたんですよ、まあ、今日はちょっと本当に薄メイク、まあこれでも薄メイクな方なので皆さんにはまさはない、だからチークとかチークの位置とかなんかいろいろ目の下とか目の上とかアイラインの引き方とかなんかだいぶちょっと前よりもなんか濃くはなってるかもしれないけど変えたんですよ。新しいの答え、組み合わせ、アイシャドウ変えたりしないんだけど、なんかいろいろ変えました。なんか
なんかいろいろ変えてみました。まあリップとかも変えましたね。でも あとクマ消すやつとかコンシーラーとかも変えて、なんか変えてみました、いろいろ。バブちゃん扱いされそう。じゃあでもくるみが言いたいのは、ナーミンにバブちゃん扱いされなくなったら悲しいのよ。まあナーミンはいつまでもくるみのことを可愛がってめでてほしいの。ナーミンにはめでられてたいの。でも別にみんなからされたいとかそういうわけではないよ。みんなは普通に今まで通り接してくれればいいんですけど、ナーミンには絶対に大人になった対応されたく、大人の対応されたくない。くるみそれは意地でもナーミンだけ、ナーミンだけには私を一生赤ちゃん扱いさせてほしいのよ。ん？赤ちゃん扱いしててほしいのよ。そう、ナーミンだけよ。ナーミンの顔がお母さんみたいだった。なんかまあ誰かも言ってたの。ピンポイント自分も赤ちゃん扱いしたいんですか、いいですか。まあそれは自由に自由ですけども、今まで通り普通に皆さんがしてくれてればいいんですよ。それに何と言っても唯一無二だもんです。ああ昨日のねキレートレモンね、私持って帰ってったのになんか写真撮り忘れてね、なんかキレートレモン撮られた誰かにもう飲まれててね、なかったから借りた。勝手に。みんなはダメだよそんなことして。え何すごい、なんかクマの花火が打ち上がったんだけど、どういうこと。えどういうこと。それもミッキーさん。あーミッキーさんありがとう。クマが流れられてきたらとりあえず見られたって。ありがとう嬉しい。クマクマちゃんかわいいね。ありがとう。だいぶ今日はなんか早起きしたわけでもないんだけど、でも早起きだったのかな今日は。でも眠たいんですよ。くるるん自由すぎたけど SNS 少しそう自由だったね。自由に私はでも自由にしていこうって思ったんですよ。やっぱその自由はねやりすぎたらよく、やりすぎたかな、あれは反省するべき。なんかわかんない、あれはダメ、あれはダメなんですかね。あれぐらいならいい、あれぐらいだったら自由、斬新なツイートで終わる。あれは怒られる案件ダメ。来られない？いや大丈夫、あれぐらいならいい、あれは平気、政府怒らない、みんな実際怒れたの。怒られてないただあのずんちゃんから連絡来た、ガチおもろい爆笑したって言われた。もうしない、一生しないから許して。ずんちゃんはあれ褒めてないよ。ちなみにあの4人は知ってる4人だったし、仲いい4人だったし、まあ自分もいるみたいな、もう想定、あれは自分がいてもおかしくないメンツだったから載せた。もう自分がいるみたいな感じ、自分がいる体で載せたもん。そう知ってる4人だったのよ。確かに次飲んだ時ねツイートしますね。なりすまし案件、なりすましじゃないよあれは。ちゃんと鈴木くるみが鈴木くるみとして更新した。確かに写真に合成すればよかったのね。失敗した、合成っていう手があったね。私にはそういう技術がなくて。見てこれもらったから早速つけたこの間までのやつもまだちゃんと使うんですけど、とりあえず一瞬こっちに変えました。
ね、本当に。そう、これルナッチさんにまだ見せてない。今日はマッチさんに会ったんですね、17期生のあれ見た時に。で、これでこれを見せたら、うわ、オタクやないって言われた。オタクじゃんって言われた。そう、私もずっとオタク、多分皆さんと一緒で、ファン気質があるんですよ。私もずっと AKB のファンだったりしたので、まあね、ファン気質があるので、だからバッグとかも余裕で持ち歩くし、そう、レナッチさんのね、トートバッグとか、全然何の感情もなく、普通になんか持ち物として持ち歩くし、こういうのも普通につけるし、ね、なんかポーチとかも使うしみたいな、そう、そうなの、実はだから皆さんと同じ感じなんですよ、実をね、言うとね。マッツさんの写真もなんかね、マッツさんとね、3人のおしゃれなね、写真とね、あ、今度ね、インスタに載せようと思ってるとか載せるんですけど、それもなんか自分の推しが自分の公演見に来てくれるって、今までだったら普通に逆じゃないですか。私が見に行く立場だったりとか、だからどんな気持ち、なんかもう、何みたいな、どんな気持ち、むずいね、もう嬉しすぎる感情、なんだろう、嬉しいって感じ。それだから、レナッチさんのね、グッズおしゃれだから持ち歩きやすいってのもありますね、もちろん。確かに私みたいにさ、私が作ったグッズとかはもうさ、使いづらいじゃないですか、見た目が。でもレナッチさんのは普通に使いやすいから、こんなんさ、普通におしゃれじゃないですか。あと、みなみちゃんのインスタもね、だいぶ良くなってたりとかね、ちょっと見て、自分でさ、自画自賛できるまつげの話していい？ まつげね。だいぶ私は、まあ今日はちょっと全然、適当っていうか、まつげとかあんまり、普段ね、まつげめっちゃ傷みやすいんですよ。多分、まつげってメイクで、こう、ビューラーっていうのするんですけど、やればやるほど、傷むんですよ、やっぱり。髪と一緒で。で、なんか、本当はまつげ、パーマとかしたいんですけど、まあ、学業もあってできないから、いつもビューラーでめっちゃガンガンに上げるんですけど、やっぱ痛むからあんま休日はしないようにしてて、でだから公園の人とかにね、見てこのまつげすごくない？私まつげだけは自慢できるんだけど、私まつげのメイクだけ自慢できるんだけど、見てこのボケてるかもしれないけど、わかる？まつげわかる？わかる？下まつげもめっちゃするんだけど、上まつげもめっちゃくない？どう？すごくない？私もうね、これで見てた時に、これ載せた、どっかに載せたかな、忘れた、どっかに載せたかもしれない。どう、すごくない？これすごくない？つげめっちゃやっとあるけど、一本一本がちゃんと画質いい、このアイナズが撮ってくれたやつ。そう、まつげめっちゃやるから、それがなんか伝わってよかったです。でさ、誰かが載せてくれててさ、ちょっと保存したんだけどさ、見てこれ、見える？ボケてる？バンされるかな？これ見た？これさ、私とみなみちゃんなの、やばくない？ 私とみなみちゃんなのよ、やばくないですか？若いの、これ。E ダンスアカデミーっていう番組出てた時のやつなんだけど。ね、若くてびっくりしたな。四拍眼って何？そうなの、すごくない？もう若くてびっくりしちゃった。何これ、もうなんか、思い出したわって思った、普通に。難しい。みなみちゃんとうちら若かったわーってなった。仲良しだからやっぱ一番長い付き合いだからこそ、だいぶね、
フィダンスアカデミーっていうのに出てたので、その時のこれはママにずっと借りパクしてるリップ。そう、これ小3とかかな、今の小3とかですね。友達認定もらってください。友達認定されたいですよ、みなみちゃんに。さとみなの思い合いを、じゃあさとみなっていうか、みなみちゃんはね、何がダメってね、思い合いはいいんですよ正直。なのにみなみちゃんはセクハラもしてくるからなんですよ。あ、せいさんありがとうございます。グミ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 ベア、ありがとう、嬉しい、ありがとう。画質不安定、マジか。画質どうにもならないなこりゃ。そう、セクハラされるんですよ。だからみなみちゃんはもうナーミンにさせても突撃する。ナーミンって言って、みなみちゃんがって言ったら、みなみってナーミンが注意してくれる。それでもみなみちゃんは懲りずにこっち来る。そうなのよ、みなみちゃんはね、一生ね、私のこと大好きなんですよ。そうなの、みなみちゃん君のこと大好きなのよ。ナミの声で再生余裕でしょ、ナミはよく言うんですよ。ミナミちゃんは危険人物なんですよ。ミナミちゃんは一生ずっとそうなので、マナクルのことずっと好きなのよ。加入前から知り合いなの、初めて知った。そう、ミナミちゃんと加入前からお知り合いなんです。もうね、なかれこれもう8、9年、3、4、5、6、7、あ、じゃあ3、4、5、6、1、2、3、10年の中とかかもしれないですね。まあ、もしかしたら。みなみちゃんとくるみはだいぶ一緒にいるので、まあ、本当に仲いいですね多分。加入する前ほとんど、いや、私たち子供だったんでお互い覚えてないけど、昔喋ってたと思いますね、だいぶ多分。親同士ももちろん知っていましたし、なんか本当昔から喋ってはいたけど、きっともう記憶が曖昧っていう感じもあります。いや、私は途中で辞めてるので、そのこの E ダンスアカデミーが終わった後ちょっとしたら辞めてるので、多分そんな10年とかはない。あ、でもその前 E ダンスアカデミーやる前からしたら10年はあるけど、途中1年半くらいは何もしてない。そう、同期ってすごい偶然で、私なんかそのオーディション会場で1回目のオーディションの面接の時にみなみちゃんがいた気がしたので、ママに言ったの。でも、まあ、分かんない、喋ってないし、時間帯が違かったから違うかもしれないと思って声もかけなかったし、まあ受かってたら会うよねみたいな感じ、受かったらね、お互いなんかそう言ってたら、いて、次のなんかあの行ったら踊りの審査の時に行ったらいて、みなみちゃんってなって、普通に、いたのってなりましたね。そうなんですよ、びっくりしました。もちろん忘れないですよ。
そう、しかもずっと同じチームなのすごいよね。それも本当すごいことだよね。なんでクルちゃんのままいんのって出た。え、なん、え、セーター出てた。自分のセーター恥ずかしくて見返せなくて見てないんです。そう、二人お互い大人になりましたね。でも何やかんやって大人になったんですよ。一生リップ塗ってごめんなさい。リップ塗るの趣味になっちゃった。っていう感じで本当になんかそんなこともありつつ、私はもう高校3年生卒業しますので、高校3年生大学生に、大学生になれるか、なるかも分かんないですけど、まあとりあえず高校は卒業しますので。やばい、早いな。こんばんは。ホテちゃんがクルルンファンって言ってたよ。え、どこで？本当に待って。じゃあ相思相愛なんだけど。本当にしたら私たち相思相愛。やばい女になってるから。で、同い年じゃない？ホテちゃんって私。わかんない。本当に？本当だったらもうあの顔真っ赤どころじゃない。もう嬉しくて叫ぶんだけど。調べよう、ホテちゃんのこと。ホテちゃん調べよう。ホテちゃん、ホテイモカちゃん、どこで言ってたの？ムバメで言ってた？本当に？ガチか。どんな感じ？ちょ、マジで見たい。それ誰か、私に見せて。そのムバメを私に見せて。12月1日なんだ。じゃあ、ちょっと、え、お誕生日プレゼントでも、私はあんまり人にプレゼントとか渡さないのに、急にプレゼント渡してみる？ 12 月1日。誰か私に予告して、ホテイちゃんの誕生日がそろそろだよって誰か言ってね、私に。私にホテイちゃんの誕生日が近づいた時に、ホテイちゃんだって、ホテちゃんの、ホテちゃん、あれ、なんか発音分かんなくなった。やばい、推しに好きって言われる気持ち皆さんも分かりますよね。私はあんまりみんなに言わないけど。やばいってみんなドキドキしてきちゃった今。生誕の後にね、生誕の後にね、スクルルンさん、クルルミのことが好きって言ったのね。あ、それはお世辞だわ、じゃあ。そういうことは、生誕の後ね、なんでもないね。何気ない日に言ってたら、そりゃあね、あの、もちろん好きだと思いますけど、生誕の後に言う好きは、まあ、好きだけど、一番じゃないでしょ、絶対。誕生日おめでとうでしょ、それ。おめでとうと同じ意味の好きでしょ。急な急なね。いや、好きだよ、好きなのは変わりないけど、好きなのは変わりないけど、あの、好きなのは変わりないけどってことでしょ。好きだけど、まあ、生誕ちょうどあるし今言うかでしょ。そういうことか。まあ、そっか。そんなんで一喜一憂するもんなんですね。密かにくるみさんのファンって書いてあった。本当に？もうそれも生誕だわ。悲しいわ。
嘘です。急に現実に突き落とされたオタクやん。それな。冷めてないよ私。ホテちゃんのことを今日ゲネプロで見て可愛い、あ、てかあのホテちゃんのこともともと好きでゲネプロ見て、あ、可愛い、頑張ってるってなった。勝手に想像してテンション下がんないで。それな、オタクは冷静になったら負け。確かにそう。え、下がって、大丈夫まだ。ホテイさんは何も悪くないのだが。それはそう。じゃ、ホテちゃんのせいじゃないよ。私が勝手にこのオタク心がこそくすぐられたのよ。うまい、ホテイちゃん。くるみ、ホテイちゃんに遊ばれた今。ホテちゃんに遊ばれた今。もて遊ばれた心。めんどいやん、これめんどいやん。絶対本人に届いたらやばい先輩と思われるから、ここで収めといてもらって。うざって言われたんだけど。ひどい、何、やめて、うざって言わないでよ。もう今もて遊ばれたんだから、みんな慰めて。ド M や、ド M じゃないわ、メヘラじゃない。今ちょうどコテちゃんにもてあそばれた。ここにくるみが、うおさお、何、わらわら、何、どういうこと。みんな、みなみもホテちゃん推しだよね。そうなの。ああ、そういった、あ、みなみちゃんも推し変すんのね。あ、はいはいはい、みなみちゃんもそういう人ね。あんなにね、くるみが好き、くるみの顔が好きとか、もうくるみが好きって言ってくれてんのに、あ、そういったホテちゃんに流れていくのね。あ、みなみちゃん、みなみちゃん、あーあーね、あー、みなみちゃんもそういうね、あー、みなみちゃんもくるみで遊んでんのか、そうやって。うん、もう信じられない、誰のことも信じられない。面倒って言われてんだけど、どういうこと。このみんな、もて遊ばないでくれよ、心をこんな揺さぶらないでくれよ。ルナッチスもレミちゃんに推し変してなかった。推し変じゃない、あれは。あ、そうやってみんなクルミ傷見たよ。もういいね押せなかったもん、なんか。ガチやん。やめて、みんな、そうやっていじめるんだね、クルミのこと。あー、もうやめよう、ショールーム終わりにしよう。今何時、終わりにするか、今日は。もう傷ついたし。あー、うん、そうやって私はもうこれでショールーム終わりにしようかな、今日。終わりにするか、もう心も傷ついたことだし。みんな今日はありがとう。もうあの、みんなありがとう。お誕生日おめでとう。こんなところでね、こんなタイミングでね、ありがとう。今来たんやがって、それの。みんなお誕生日おめでとうって言えばいいと思ってるでしょ。もう分かった、今のは。あ、そういうことね。お誕生日おめでとうって言ったらやめないと思ってんだ、これみんな。みんなそう言ってね、ああ、くるみの扱い分かってきたよみたいなね。ああ、はいはいはい、切り取られんのこれ。切り取らないでよ、私がこんなおかしいんだから。今ほら、誕生日おめでとうって言って、みんな何にも、ほら今までの忘れさせようとしてる。そう言って、なんかおたおめって言っとけば、なんかさ、こいつテンション上がるだろうみたいな気持ちでしょ。ありがとう、みんな。あ、みんなしか信じられないよ、もう。みんなもでもどうせ17期に長いって言ったんだ、そうやって。だから結構情緒大丈夫そう。大丈夫、みんなありがとう、本当に。大好きだよ。あ、出た、大好きだよ、大好きだよ。みんなありがとうね。18歳おめでとう、ありがとう。みんなありがとうね。なんか元気だ、ありがとう、元気だよ。なんか怖いですね、怖い、どこが。なんで、みんな元気だよ。みんな話をリセットしようと必死かって、それな。関西人っぽい、大好き。関西人っぽい、ありがとう。まあいろいろあるよ、そうだよね。メヘラになってしまった、来るメヘラだよ、いつでも。パジャマかわね、
ひどい、これパジャマじゃない、これもう私服なんだけど、買ったんだけど自分で、あんまり服買わないのに。ワンピースかわいい、ありがとう。遅くなっちゃったけど誕生日だった、ありがとう。ワンピースですこれ。あ、チャンゲンさんありがとうございました。いきます、パーン、ありがとう。チャンゲンさんありがとう。袖通すの2回目の恐怖だって、やっぱこう誕生日の素敵な配信だから可愛いお服着ようと思って、まだ2回目の服を着てみました。でそう、みんなやっぱみんな今メンバーにあのもてあそばれてすごく心が痛くなってたけど、みんながなんか嬉しい言葉言ってくれたからもう元気になったねえ本当に。下はジャージ着たのがなんかワンピースだから、ロングのワンピースなのに、ジャージ着てませんよ今日はさすがに。そうみんながあのメンバーいろんなもう3人メンバー3人にもてあそばれたんですけど、コロコロ転がされて、一瞬オタク心もめちゃめちゃくすぐられたんで、くすぐられたってかもてあそばれたんですけど、もうみんなが、うん、ありがとう、ありがとう、みんなお誕生日おめでとう。被害妄想、被害妄想なんだよこれ、これ嘘、みんなもてあそばれたんで被害妄想してるだけですからね皆さん、すいません本当に。あのホテイちゃんもみなみちゃんもれなちさんももう全然もう大好き、ずっと大好きなの、ただただ勝手に被害妄想してるだけだからね。そうだね、勝手にもてあそばれてって思ってるだけ。そうみんなあの勝手にあの情緒不安定になってるオタクみたいな感じ、今気にしないで勝手に立ち直っていくから、ごめんごめんね、みんな勝手に外でやってよって感じだよね。違うのよ、ちょっと今傷ついちゃったのよ。そうなのよ、楽しそう、楽しい、勝手にこうやって妄想して楽しんでんのよ。そうそう、だから気にしないで、みんなと同じ感覚にいるだけだから。今はじめまして、可愛すぎて配信見に来ました。ダメ今日の配信は見ちゃ、だってこんな情緒不安定なクルミを見られたら離れてっちゃうねえ本当にごめん、誰今の方は、ごめんね、まなみちゃん、すいません、ごめんなさいね、なんかごめんなさい、もういつもはこんなんじゃない、もうちょっとまともなんですけど、今日はなんかメンバーにもてあそばれたせいでこんなんなっちゃった、ごめん。割と普段のような、え、普段こんな感じ大丈夫、私じゃね、本当にいつもこんな感じの配信です、本当にね、嫌なんだけど、ちょっと恥ずかしいんだけど、私かわいい、ありがとう、いつも通りよ、やめてみんないつも通りっていうの、こんなんじゃないでしょ。誕生日おめでとう、ありがとう、私お誕生日だったんだよ2日前に、知ってた、漫画語ってる時に、確かに漫画語ってる時はこんな感じだね、いつも漫画最近あの1巻足りなくて読み進めてない、首って意外と変なんだ、変じゃないよ普通でしょ、めんどくさいの嫌いじゃない、ありがとう、久しぶりにお話し会行きたくなった、来てくださいよぜひ、お誕生日おめでとう、ありがとう、いつも通り可愛いくるみちゃんってこと、あうまいうざいよこの手、うまいとか言って、上手、褒め上手、なんていうの、もうなんていうの、上げ上手、ありがとう、さすがだわ、分かってるわやっぱみんな組のこと、嬉しいよ、マジ、あーまだ大丈夫だね、何歳になったのボブちゃん、18歳、来るなら何でも許せる、優しい、ありがとう、まだ言ってなかった、10歳の誕生日おめでとう、ありがとう、嬉しいよみんな、優しすぎるんじゃない、急に若い、若いかな、若いかまだ、生誕 T シャツは次公演入ったら着ていくね、ありがとう、2月のお話し会は高校生のクルルンとお話できる最後のチャンス、そうなの、最後なんです、
クエルのスピーチってハートは静かめにされる。本当今年変なこと言ってなかった。なんか毎年さ意味わかんないこと言っちゃってる気がして、今年も不安だったけどよかった、ありがとう。成人式は多分そうなのよね。まだまだ若いです、ありがとう。若いのかな、まだ皆さんがね、まあ、何かを機に戻ってきてくれてもいいですし、まあ、とりあえず私のところに来てください。ぜひ誕生日おめでとう、ありがとう、嬉しいよ。今年同じ会行きます、待ってます。18歳で6回目ってすごいよね。確かにすごいよね。高校生の思い出ある？あんまり特に、なんだろう、修学旅行に行ったことかな。でも私行ったこと、お泊まりのなんか行事に行ったことがなかったので、人生、あ、小学生 AKB 入る前はあったんですけど、 AKB 入ったからの記憶でお泊まり系のあの学校行事に行ったことがなかったので、まあ、途中で帰りましたけど、でもまあでもお泊まりできたことが楽しかったです。ちゃんと来るとこに行きますよ、ありがとうね。本当に誕生日もありがとう。高校生の上だとなんだろうな、あとは特にないかな。でも、ないね。2人部屋だったので枕投げするっていうか、そういうのもなかったです。でも普通に楽しかったですね。生誕スピーチ感動しました、ありがとう。クルチャーが少しでもちゃんと思い出作れてると安心、本当よかったね。よかったねじゃなくてよかったよね、本当自分ね、本当に。そう、あとはネズミの国にね、そう制服で行くことだけ。一人旅が一番綺麗ね。一人旅してみたいけど、まだ若いからやめとる。僕隊まだ見えてないけど待ってるね。そう、二人部屋、コロナ対策で二人部屋だったんですよ。そう、でも夜中までね起きてましたよ。でも私ね、夜中まで起きるの得意だったはずなんですけど、あのね、やっぱ疲れて怖いね。あのね、全部舞台が前日に終わってて、その次の日からこう修学旅行だったので、あ、前日まで、あ、舞台終わったら次の日にチーム B の初日だったんですよ。でその次の日に行ったんですね。だからあの睡眠時間がそもそももう何ヶ月も足りてなかったから、もう夜爆睡してましたね。逃げない毎日がそのうち思い出になると思うよって。大人だ。クルルの一人旅不安すぎる。え、なんで？ハード、そう、ハードだったのよ。めっちゃハードだったのよ。そうなのよ。そうなのよ。来年は女子大生かな？そうかな？そうであってほしい自分が。まあでも、そうじゃないかもしれないですけど、まあちょっとまだ考え途中です。まだ考えてます。いろいろ将来。ってか、あの、あれについては、大学とかについてはね。見回りに来た先生とは偶然遭遇せず、いや私は外出てない、ただんで、あの声でかくて、あの外から注意された、どんどん声でかいよって。ジェリー来るんだ、来る、一人で新幹線乗れます、乗れるよ。学校と両立できるといいんだけどね。確かにね、賢いの判明したから大丈夫、賢くないよ。そうなのよ、もうね、だいぶでも楽しかったけど、まだで、あの高校はね、あと何ヶ月だ、3ヶ月、すいません、充電がなくなりました。すいませんね、充電します、今から。そうなの、あと何かあったかな。まあ何か17歳、特にとりあえずあんまり
動面で言ったらやっぱいろんな環境の変化があったので、そうあったんですけど、学業だったらなんかあったかな、特に修学旅行とかテストが頑張ってたとかね。え、タッティさん、クマタワーありがとうございます。グミ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 ベアありがとう、ありがとう、タッティさんありがとう、ありがとうございます本当に。修学旅行行ったし、何もしてないね本当に。とにかく早起きよね、本当に早起き、それだけ辛い、辛いことで言ったら早起きがむちゃいいよね。そんな良くないよ、てか良くなくなってる、どん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 下がってます成績は。正直もう3年生とか言ったらもう終わってる、正直3年の1学期の成績はもうね、今までの努力が水の泡になっギリなんなかったけどなるんじゃないかレベルでね、本当に悪かったですね。セーフ、そう今まで頑張って成績取ってたのにもう少し気を抜きそうに抜いちゃって、もうねそうなのよ、だいぶ危なかったけど、まあでも大丈夫、卒業はね余裕、卒業は大丈夫なの、卒業に響くことは絶対ない。そうでもまあ大丈夫です、そんな、まあ、平均よりは上っていう感じ。普通に90点台だったやん、普通じゃないよあれ、めっちゃ努力してんだからね。レイちゃんに学校に行きなさいってエピソード好きあのね、それはね、レイちゃんがよく私なんかね、レイちゃんには一番お世話になったんだけど、学校面ではなんかレイちゃん学校好きで、私は学校好きじゃなくて、なんかね好きじゃないからさ、そりゃさ行きたくないってなるじゃないですか。でレイちゃんになんか本当に行きたくない、もう行かなくていいみたいなの言ったら、ダメに決まってるでしょ、頑張っていきなさいって言われて、はいって連絡来て、なんかちゃんと学校行ってるのって連絡来て、ちゃんとで行ってるよって言ったら、頑張ってねって来る。レイちゃんも、いやレイちゃんはすごいよ本当に、私なんか比べ物にならないぐらいレイちゃんすごいですからね。忙しいのにさ、ちゃんと勉強もして、レイちゃんは本当にすごいですよ、学校めっちゃ頑張ってたから。いつそれ言われてたの、いつだろう、もう私ずっと高校に入ってからずっと言われてたかも、高校入ってからずっとね言われてましたね、はい頑張りますって言ってずっと言ってたね。マジでレイちゃんにはずっと面倒見てもらってたので、その今も連絡したりしなかったりしてます。サロちゃんとはこの間ご飯行きましたよ、7月だった7月行ったかな、7月だった気がする、7月に行った気がする。6月かも、6月だった、みんなが褒めてくれるから私も頑張ります、褒めてくださいいっぱい何様って感じだ。ランちゃんが話したけど何の映画見に行ったの、何、ランちゃんとはね映画行きすぎてね、もうね分かんない、ランちゃんと映画めっちゃ行ってるからね私、ランちゃんはすごくすごく、そう
そう仲良くしてます、してもらってます。そう AKB 卒業しても先輩後輩関係は変わ、まあ変わんないけど、すごく友達みたいな感じで仲良くしてもらってますよ。そうランクルはマブダチそうね、マブダチです。誕生日おめでとう、ありがとう。あのかき氷食べててすごいしょうもない会話とかして、なんか最終的に時間なくなって街をダッシュして、あのもう汗ダクダクになって映画見たっていう。そうなのよ。ランちゃんはもてあそんでくれんの？ランちゃんはね、もてあそばれないですよ。さすがにランちゃんはすごくいい子なのでもてあそんだりしません。みなみと飯行ってきて、飯行ってきて言い方おもろ。みなみちゃんはね、飯行かんくても仲良しなのよ。なんかみなみちゃんは行こう行こうって言ってて、あの予定が合わないかったりするね。みなみちゃんと行きたい本当に。みなみちゃん。外人のクロちゃんが呼ばれてって言われたってどういうこと？ずっと前、多分レミタンが初日で出た時、私と一緒に出た時、初めて出た時にレミタンに、レミタンはもともとね、あれだよ、喋ったことあったよ、チームになる前、チームになってからかな、なってからかな、多分全然喋ったことあって、あレミタン、クメレミタンって呼んでて、でレミタンはマクルルンさんって呼んでたから仲良くなりたいなと思ってクロちゃんって呼んでねって言ってクロちゃんって呼んでもらってる。レミタン、まあ、開演前に喋ってた時に急になんかいつ言おうかなと思ってたけど、だいぶ急に言った。カーテン開く前じゃないですよ、楽屋でね、ちゃんと楽屋でね。え、暗がりで急に言われたって言ってた。え、そんなんだったっけ。あ、そうだったかな。でもクリミの生誕じゃないよ、誰の生誕とかじゃない、普通に私がレミタンと初めて出る公演で言った。暗がりで言ったか、あ5秒前に言った、そんだけで言ったから忘れた。里見とピュールランド行ったらすごい、里見にピュールランド行こうって誘われた前に行こうって言ったけどまだ行けてない。マジ幕が多いか、迷惑な先輩ね、迷惑な先輩なんで5秒前にクルちゃんって呼んでねって。最悪だ、もうちょっとタイミング考えよう。これからクルルンって呼ばれるのは苦手なの、なんか苦手かも。クルルンってなんか嫌だよね。クルルン恥ずかしい。クルルン、私クルルンさん、クルルンさんって呼ばれるのがなんか、クルルンはいいんだけど、クルルンさんって呼ばれるのなんか、えさん、なんかん違和感ある自分に。くるみさん、えさん付けがもうなんか、でも後輩にさ強要するとさ、強制的に呼ばせるとさ気まずくなるからさ、だからさ、まあ、もうちょっと喋って仲良くなった子だけに言ってる。なんかあんまり気まずくならないよね。そうクルルンさん距離感半端ないよねだから嫌だ、嫌だから言うの、いつも仲良くなった。だからセナガンとかにもクルちゃんって呼んでもらってるし、クルルンじゃなくてクルちゃんなの。だクルルンってなんか呼び、ファンの皆さんからはさ呼ばれたいよ、クルルンって覚えてもらいたいけど、メンバーからクルルン、まあいい、メンバーから呼ばれるのはいいんですけど、クルルンってもちろんもっと呼びづらくない？ちゃん付けの方が呼びやすくない？私もなんか例えばだからズンちゃんとか呼びやすいじゃないですか、ハーちゃんとか。だからそんなノリ、メンバーはクルルンってなおさら呼びづらいだろうから、やっぱクルちゃんって呼んでもらってるね。クルルン自分でつけた。クルルンってさ、ファンの皆さんからしたらさきっと呼びやすいと思うんですよ、ニックネームだから。でも私がじゃあ例えばね、絶対呼ばないよ、だけど
例えばじゃレナッチって呼ぶのとレナちゃんって呼ぶのどっちが楽って言ったら、まあ、どちらかと言ったらちゃんと呼びの方がいいじゃないですか。呼び捨てのレナッチってなんかえー、って思わないですかっていう感覚なんですよ。わかりますっていうね、例えばの話だから私はレナッチさんって呼んでますけど、わかる、なんかわかります、わかります、なんかなんとなく伝わった、これこれ伝わった。多分ニックネームの呼び捨てってだいぶ勇気いる。しかも周りから見てもくるるんって後輩が呼んでんのがあんまりなんかおってなるのかないっていう私。え、そうそうでしょ、びっくりするでしょ、私が急にラッチーって呼んでたらびっくりするでしょ本当のオタクになった時やんそれって。私がだから私はちゃん付けの方がいいのかなと思うし、からくるちゃんって、しかもくるちゃんって呼ばれる方がメンバーからは楽、くるるんって呼ばれるとなんかね気まずい。ニックネームぶつけての後輩は確かに言うじゃん、そうでしょ、しかも何年もいるわけじゃないんだよ、チームでもさ 2,3 年もいてのそれだったらいいけどさ、まだ会ったばっかみたいな。クルルンって呼ぶ、あ、メンバーさんはいますよ、先輩は、後輩はだからクルルンさんかクルちゃんだね、そういう感じ。だからクルルンって呼ぶ、呼び捨てでクルルンって呼ぶ人は先輩か同期ぐらいですね。純なきにはなんて呼ばれるのベスト、もう呼びやすいよね、呼んでもらうのがベストですけどね。メンバー間の匠ちゃんって呼ばれるんですね。そう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 、やっぱ私考えるタイプなんで、くるみ呼びはまなかちゃんぐらい、え、あやみんも呼ぶし、おりんちゃんも呼ぶし、めめちゃったけどかなぶんも言うし、誰だろうぐらいか。でもみなみちゃんもくるみだよ、そう、くるみはあやなんさんって言うんですよ。クルルンって呼ぶの、ハーちゃんぐらい、そうだね、クルルン、ハーちゃん呼ぶね。ランちゃんはクルちゃんがクルダンかな、ズンちゃんはクルミちゃんって呼んで、クルミちゃんって呼んでるね。スキーはクルルンだ、そう、やっぱいろんな呼び方がありますよね。ナーミはね、あのバブちゃんって呼んだり、クルタンって呼んだり、クルちゃんって呼んだり、クーちゃんって呼んだり、クルルンって呼んだり、クルミって呼んだり、いろいろ、ナーミはね、いろいろ呼び方があります。いっぱい何でも呼んでくる、ナーミは名前呼んでくれるサキポンはクルだ、サキポンはね、クルって呼び捨てす、呼び捨ててかクルっていうの、2文字、サキポンは来るって呼んでるね、そうだよ、そう呼んでるね、嬉しいわ、なんか、うん、そうだ、サキポンそうだね、ね、いろいろありますよね。かおりちゃんはくるみちゃん、サキポンの来る結構好きだ、わかる、僕も好き。いろいろありますねこんな、鈴木にはくるみじゃない、くるみって覚えてる、きっと。まあいろいろありますね。かおりちゃんくるちゃんって呼んでるか、みちゃん、くるちゃんって呼ばれてるか、ちょっとどうかどうか、でも気にして名前呼ばれたことないな、そう考えたら。
誕生日おめでとう、ありがとう、優しい、みんなお誕生日おめでとうって。ママルンはくるみかくーちゃんだね。うん、れいちゃんからはくるるんだね。先輩はくるるんって呼ぶ人が多いかもしれないね。うん、くるみひらがなが可愛くていいね。あとで探し、確かに探しやすい、探しやすいね。ツイッター見たよ、ありがとう、お誕生日おめでとう、ありがとう、優しい、みんなお誕生日おめでとうって言ってくれる、嬉しい、ありがとうございます。本当にがおめ、ありがとう。ククルンもいるね。これは千織さんだね。最初くるみって名前は芸名かと思った。だ本名です、本名で、本名です。ククルン一人だけ、それな、ククルン面白いよね。ククルン、ずっとククルンって言ってくれるからね、嬉しい。千織さん大好き、嬉しい。ゆうなちゃんと話できたよ。ゆうなちゃんと話するよ、よく。眠たくなって、眠たいよ私今日、意外と早起きしてたもん。りんちゃん、りんちゃん、りんちゃん、岡部りんさん、りんさんはね、くるちゃんです。そう、リンさんがねツイッターにおめでとうメッセージくれて本当に嬉しかったっていう話。じゃあ41分なのでちょっとランキング発表しますね。45分ちょい過ぎぐらいには終わりにします。そしてでは聞きます。13位の方からいきます。13位の方、なゆきさん、ありがとうございます。ゲン。10位の方、おいどん、アットマーク、こうじさん、ありがとうございます。ゲン。11位の方、ゆわさん、ありがとうございます。ゲン。10位の方、デブニャンさん、ありがとうございます。ゲン。9位の方、やもっちさん、ありがとうございます。ゲン。8位の方、アリス、アットマーク、お仕事、在宅モード中さん、ありがとうございます。ゲン。7位の方、チャンギュンさん、ありがとうございます。ニェン。5位、6位の方、カッティさん、ありがとうございます。ニェン。5位の方、セイさん、ありがとうございます。ニェン。4位の方、タカヒロさん、ありがとうございます。ニェン。3位の方、パパチンさん、ありがとうございます。ニェン。2位の方、タッティさん、ありがとうございます。ニェン。1位の方、ミッキーさん、ありがとうございます。ニェン。皆さん本当に今日はありがとうございました。今日はとか今日もありがとうございました。改めて誕生日おめでとう、ありがとう。みんなにおめでとうって言われてもらってすごく嬉しいです。ちょっと待って、もう43分か。ありがとうございます。皆さん今日はいろんな私を見ていただいたと思いますが、どうかここだけの話にしてください。チクらないでください。メンバーにお願いします。絶対に言わないでね、フリじゃないよ。秘密にしといてお願いだから。やばい先輩だと思われたくない、やばい先輩だと思われたくない、まだまだおかしいと思われたくない。お願い、まだもうちょっといい先輩でいたいから、お願いね。いやまだ大丈夫、みんなは秘密にしてくれる。スクショタイムするか。こんなボサボサだけど、髪なんかボサボサなんだけど、なんでこんな、せっかく巻いたのになんでこんなボサボサになるの、あっちの髪は。よかった、じゃあ行くよ。スクショタイム用意。18歳、むずいね。17ってしちゃった、ありがとう。羽ほど口の軽い人たちやれ、どういう、どんぐらい軽いの、だいぶ軽いけど。じゃあという感じで皆さん今日も来てくれてありがとうございました。
皆さん明日から月曜日ということで、またねお仕事もありますと思いますし、私も学校頑張りますので、ぜひ楽しみに、あのいろんなね、あのコンサートもね、あの武道館のコンサートも近くなっていますし、ウルトラスフェスも近く9月26日にありますし、ね、とりあえずいろいろありますので、あの18歳ももうね、あのぜひ楽しみにしていてください。では皆さん、あのそうです、体調にはねお互い気をつけて過ごしましょう。9月が、まあ、9月もてか残り2022年ももうあと3ヶ月、やばい、待って、4ヶ月ある、9、10、11、12、あ、4ヶ月あるか、4ヶ月ありますが、皆さん体調には気をつけて、あの元気に過ごしましょう。そして皆さん18歳も何も変わらない私だと思いますが、ぜひあの応援していてくれたら嬉しいなと思います。お願いします。ではまた、あのね18歳になったらね、まあいろんな、また初挑戦できたらいいな、なんかいろんなこと、17歳はねいろんなこと、舞台とかも初めて挑戦しました。長いね、あのエンディングが、まあいいか、もうちょっと話していい、17歳も初めてね舞台とか、まあ、いろいろ挑戦することができたので、18歳も何か挑戦できたらいいなと思っておりますので、皆さんぜひ、そんな何か、ね、挑戦するした時にはなんか褒めてくれたり、いい言葉、ね、優しい言葉をねかけてくださいね。ということで、まだまだ18歳も頑張ります。ということで皆さん、また配信も見に来てくださいね。そう、なかなか終わらんの、私の配信も。ということで、本当にあの時間がそろそろ、あのまだ10時までしかできないので終わりにします。ということで皆さん、今日も配信来てくれてありがとうございました。本当にいい夢見てください。ということで配信切るまで3、2、1、おやすみなさい。大好きだよ、バイバイ。